一桁の数字も数えられない人たちなんで。はい、どうも、ゲスト現象のリザです。コージャーです。モンでーす。ストップウォッチクイズ、皆さん普段早押しクイズ押したい時に押してますよね。それが早押しクイズだから。それ甘えです。甘えなの？はい、甘えです。16年やってるけど16年甘えてきたんだ。こちらが押す秒数を指定させていただきます。それはもはや暴力だ。今からですねクイズ出すんですけど、その前にこちらに入っているくじを1個引いて、そこに書かれている数字、例えば5って出たら読まれ始めてから5秒後に押してください。はい、あ、それより先に分かったとしても5秒のタイミングを押さなきゃいけない。ダメです。録音された問い読みデータを再生します。あ、そうなんだ。はい、でその問題の一番最初の音が始まった瞬間からカウントがスタートします。で正解だと思う答えを言うじゃないですか、うん、そしたらそれが合ってて、かつ押したのが5秒からプラマイ 0.5 秒以内、つまり 4.5 から 5.5 の間に押していれば1点入ります。答えが間違っているか、あるいはその間で押せていなかったらマイナス1ポイント。マイナスなんだ。はい、全8問やって最も得点が高かった人が優勝です。マジで全く押さない人が優勝する可能性まであるんだ。これってさ、時計とかないってことでしょ。そこがストップウォッチです。あ、俺たちの中のストップウォッチ。はい、そうです。無理じゃねえか、かなり。心の中でカチってやるのと同時に早押しボタンもカチってです。あ、1問目はでか5秒。5秒。5秒なんで 4.5 秒から 5.5 秒の間で押してください。はい、じゃあこの中で 4.5 秒で押した方が有利ってことだね。でも 4.49 秒だったらその瞬間強盗です。強盗だよね。はい、あ、5秒といつ 4.5 秒を測るゲームだ。秒数の計測は認定のギネスの方がいらっしゃってる。僕です。ガバガバと厳密な今を送る。文句言わないでください。はい、それではいきますね。それでやってみよう。5秒ですよ。はい、問題。ゴーストプロトコル、フォールアウト、デッドレコニングなどの100年ミッションインポッシブル。だけどさ、いや、正解です。早くね、俺全然 3.5 ぐらいだった。嘘。ただいまのタイムは 4.01 です。遅れたなと思って早めに押そうと思ったら 0.5 秒。 0.5 って結構でかいよ。でけえ。問題の後にさ、いつもこう心構えするじゃん。そうね、心構えしてるのはその問題を聞く心構えしてるんだって。数え始める心構えしてるわけじゃない。それ甘えです。今日全部それで全部片付けようとしてるから。ゴーストプロトコル、フォールアウト、デッドレコニングなどの作品が公開されてきたトム・クルーズ主演の映画シリーズは何？ちゃんとゴンちゃんが録音した声なんだね。しかも、はい、なんかそこにいるくせにこっから音流れてるのなんかムカつくない？なんで？甘いです。いや違います。訂正なしで0点マイナス1点0点で正解したのに最下位だ。これは高い競技性があるな。第2問に参りましょう。はい、3引いてくれ。3が一番やりやすいよ。あれ？おい、5秒でございます。いやでもさっき感覚はつかんだから。じゃあいきますね。はい、問題。芸人養成所のスクール JTA。 え、そうでしょ。人力車。いや、ちょっと待って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 。いやさ、俺の体感ではこれ 3.2 秒とか。いや僕もそのぐらいだと思う。体感は 2.9 秒ぐらいだけど、ゴンちゃんのリアクションタイム足したら 3.23 秒ぐらいだと思う。いやいやいや、4.5 ミリ。伊沢さんのタイムは2.26 秒。そんな早い。全然違うよ。ちょっと待ってよ。いや俺頭の中で4って言ったら押そうと思って、4って言ったら、なんでなんで4って言ったら押そうと思ったんですけど、その4って言い切ったら 4.5 だなと思ってたの。そしたら4って言い始めで押しちゃったし、4って言い始めたら 2.7 秒だった。全然ダメじゃん。俺押した瞬間の2人の反応で、ああそれで早いのかって初めて思った。芸人養成所のスクール JCA を運営している東京03やおぎやはぎが所属する芸能事務所は何？当店結構時間食うんだ。確かに確かに。ここで 0.5 秒以上使ってしている。うん、じゃあ3問目いきましょうか。はい、3引いてくれ。3。おおー、来た。いいねいいねいいね。4秒。いいよ。あー、いいよ。4はいいよ。ちょっとだけ前なので。じゃあいきますね。はい、問題。祝い事は良いが葬式などは避けるべきとされている。友引き。よっしゃ、結構いいんじゃない？だって呼んでよ、さっきの話呼んでね。頼む、マジで頼む。今回の伊沢さんのタイムは 3.18。 ほら早いよ。ピッサーだって。そ
0.5 の余裕があるんですよ。 3.5 目指してたらこうなっちゃう。でもさ、俺負けてるからさ、 3.5 目指さ、いや、どんどん負けてる。やばい、これギャンブラーのね、より攻めないとダメだから。祝い事は良いが葬式などは避けるべきとされている。朝晩は吉で、正午のみ凶となる六曜の一つは何？厳しい。0点マイナス1点マイナス2点で、リレンコウちゃんがトップとなっております。あー、やばい。じゃあ続いてはこちら。3引いてくれ、3引いてくれ。おー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 、よっしゃー、いいな、普通に押せる。3秒です。これ 3.5 目指すわ。 3.5 なら絶対余裕じゃん。参りますね、はい、問題。各界の著名人が一月にわたって自らの私の履歴書、これはいいんじゃないの。これはいかった。もうね、行った瞬間にモンが悔しがってるのを見て、よし、これは多分合ってた。伊沢さんのタイムは 3.20。 めっちゃ遅い。ビビりすぎだ、ビビりすぎだよ。そう、 0.7 秒余裕だったんだぞ。あと 0.7 秒早く押せたのか。そう、各界とか出せなかったな。各界の著名人が一月にわたって自らの反省を語る日本経済新聞朝刊の最終面に掲載されている名物コラムは何？長いね。そこら辺も全然聞けないね、この3秒だとね。初めての正解が出ました。はい、まで戻したぞ。じゃあ5問目いきましょうか。希望を持って、もういっぱいは待てない。5。いいよ、5は5は単純に数字カウントになるんだもん。そういうゲーム。そうなんだけど。いきます、問題。数字の2、3、10、12を英語で綴ったとき共通する一文字目。くそ、許せねえ問題がマジで。キー、おい、なんだこの問題。この問題マジでやばい。これ自分が大丈夫だったかどうかわかんないよ。でも俺もわかんない、タイムが頭でごっちゃになっちゃった。やばい、最下位になるかもしれない。今回の東モンさんのタイムは 6.17。 全員押せ。いや、もう押しちゃダメだったのか。これまずさ、簡単に見ると問題難しいんだよ。何が答えになるか結構分かんなくて。これだってさ、これ引いた数字が3とかだったら誰も正解可能性ないからさ。ないないないね。これ悪魔の問題だね。お見事、キー正解です。ムカつく。正解した結果、ポイントは現在ポイントは0点マイナス2点マイナス1点で、しかしモンさん最下位になりました。じゃあ6問目いきましょうか。はい、はい、いや、これで正解出たことないからな。確かに、5は1回も正解が出てないのか。悪魔の数字いきますよ、はい、問題。63円のハガキ1枚と84円の切手1枚と63円の切手2枚を買いました。全部でいくら？だけど問題を出すな。2桁の数字の足し算だぞ、誰かやれよ。インテリ集団、これでいいのか。今回は押す人いなかったということ で、ね、スルーとなりました。絶対無理じゃん、これは。答えは浮かんでるよ、一番。何だったんですか？333。253。253派。全員バツ。強くな。63円1枚。80円1枚。うん。63円2枚じゃん。273です。いや、ここに来てとうとうスルーが出てしまいました。皆さん、2桁の足し算ができなくなってきて、まあ、そもそも1桁の数字も数えられない人たちなんで。すいません、煽りがすごいな、あの司会者。7問目いきましょうか。はい、やるか。もうさ、3出てほしいとか思わなくなっちゃった。もう6が出てほしい、確かに。せめて6が出てほしい。3です。やめろ。もうこれ無理ゲーの可能性あるもん、だって3か、はい、よし、やるしかないな。いきますね、問題。どうも、東ゴンです。僕、東ゴンの兄の名。東ゴン。俺ちょっと待ったから遅い気するよ、これ。なんかオーバーしてる気がする。オーバーしてる気する。何なんだこの問題、まず。ただいまの東モンさんのタイムは 4.01。 あー、オーバー。あ、ダメか。なんか自分の名前言ってマイナス1点されたわ。一応じゃあ7問目全部聞いてみます、はいはい、どうも東ゴンです。もういらないんだよ。僕、東ゴンの兄の名前は何？短っ。これ6秒とかだったら逆に余ってそうだ。確かに、この問題3秒じゃ答えられないかなと思って、嘘のやめちゃったのは正解だったな。そうだね、一問もしてないじゃん。一問もしない。一問もしていませんが、現在の得点は0点マイナス3点マイナス1点で紅茶が。次何点か聞いてきめればいい。絶対3以上じゃん。もちろんね、マイナスも、マイナスも、マイナスもそうですよ。じゃあ行きましょうか。はい、来い。666666。最終問題。6、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 6
6。よし正解すると6ポイント6、はい、間違えるとマイナス6ポイント、はい、じゃあ参りましょう。最終問題です、はい、問題。どうも東ゴンです。スペインの首都はどこ？マドリード。いやどっちだ、早くない？いや俺かなりロックだと思ってましたけど、間違えたら最下位ですね。え、こいかい、はい、鶴崎じゃねえか確かに。どうも東ゴンです。スペインの首都はどこ？え、嘘もんなのこれ。確かに、どうも東ゴンです。これはまあまあ正解です。なんだ、問題は正解ね。あ、正解です。あ、じゃあタイムね。タイム大事なのは、ただいまのタイムは6.10。すげー。ということで得点は6点マイナス3点マイナス1点でこうちゃん優勝。今日の質問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録高評価通知もにしてください。概要欄に、Twitter や LINE の情報もあります。それぞれ見てください。それではさよなら、またね。これは文句なしだよね。さすがに圧勝です。圧勝だよね。問題が読まれ始めたタイミングでゼロってなんて俺なんか分かる。僕もゼロから数えるかもしれない。ゼロ、一、二、三、四、五、六で押せばいい。頭いい。攻略法ができている。そうだ、ゼロカウントなんでね、これ。だから俺のカウントより毎回絶対早く押す人たちがいたから、この説は合ってないなと思って。いやー、マジかー。嬉しい、これ。最後ちゃんと押し負けた。ということでね、ストップウォッチ早押しクイズやってみましたけど、何だったんでしょうか。最後まで分からなかったです。まあでもね、7年とか8年とかやってるとこういうこともありますわな。ということで皆さんもチャンネル登録、高評価、コメント、チャンネル、ツイッターのよろしく。さよなら。6秒後にさよならってするって感じだね。まあちょっと長いと困るんでね。